それではよろしくお願いします。記者会見に先立って、会見の時の、マスクは外した方が、口元とか表情が見えるのでいいんではないかというようなですね、ご意見もいくつか、たまっておりましたけれども、やはり私の方がもっぱらお話をすることが多いので、記者さんたちに、飛沫感染、飛沫が飛ばないようにということと、それから手話通訳の方にもですね、そういうことで、飛沫が飛ばないようにということで、マスクは引き続きさせていただきますので、ご了承いただきたいというふうに思います。それでは、本日、第13回、新型コロナウイルス感染症対策本部を開催をいたしましたので、その内容について順次ご報告をいたします。まず本市のリスクレベルについてご報告をいたします。全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者の増加が続いておりますが、県内では現時点で47例、本市におきまして連日のように感染者が発生をいたしまして、39例が確認をされております。このような中、本市におけるリスクレベルについては4月21日から27日までの1週間に新規感染者が6名、うち感染源が不明なリンクなし感染者が2名確認をされておりまして、依然として高い水準で推移をしており、さらに一旦回復退院をされたにもかかわらず再度陽性となる感染者も出ているなど、予断を許さない状況です。また専門家会議の原田座長からも、引き続きレベル4特別警戒に極めて近い瀬戸際の状況とのご指摘を受けました。このことから今回のリスクレベルにおきましても、レベル3、レベル3プラスの警報レベルにあるということを決定をいたしました。このようなことから市民の皆様には引き続き最大限の警戒を払っていただくとともに、特にゴールデンウィーク期間中におきましては、人と人との接触機会を可能な限り低減する行動に心がけていただくよう切にお願いをいたします。次に子育て世帯への臨時特別給付金についてご報告をいたします。子育て世帯への臨時特別給付金は国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において小学校と臨時休校等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、児童手当を受給する世帯に対し対象児童1人当たり1万円の臨時特別の一時金を支給するものでございます。4月7日に閣議決定をされまして、現在国会で審議中の補正予算が成立をした後に本市でも速やかに支給ができるよう準備を進めているところでございます。支給にあたっては改めて何か特別に申請をされる必要はございません。6月下旬には児童手当を受給をされておられます、その口座にですね、振り込みをさせていただきたいというふうに考えております。詳細につきましては具体的な内容が決定次第ホームページや市政代理 SNS 等でお知らせをしてまいりたいと考えております。次に特別定額給付金コールセンターの開設についてご報告をいたします。特別定額給付金の手続き等について5月1日付で市民の皆様からのお問い合わせに対応するためのコールセンターを開設をいたします。こちらでございます。特別定額給付金コールセンター電話番号は0570-096-456 0570-096-456 番、開始日は5月1日午前9時から
17時までということになっておりますので、よろしくお願いします。で当面の間は土曜日曜祝日も開設をしております。特別定額給付金につきましては区役所等の窓口ではなくこちらのコールセンターに直接お問い合わせをいただきますようお願いをいたします。5月1日からです。よろしくお願いをいたします。次に、学習支援特別番組熊本学びタイムの、放映期間延長についてご報告をいたします。本市では臨時休業期間中の子どもたち向けの学習支援として4月20日から本日28日までの間学習支援特別テレビ番組熊本学びタイムを本市教育委員会と民放4社の皆様の連携により放送をしてまいりました。このような中新型コロナウイルス感染防止のために臨時休業期間が5月31日まで延長されたことから引き続きこの番組も5月11日から29日までの間放映を延長することといたしました。今回は新年度の学習内容等に関するテレビ放映を中心に行いますことで児童及び保護者の皆様の不安解消および学習意欲の喚起、感染防止および家庭生活の充実に資するものと考えております。本市のみならず県内の児童の皆様にご覧をいただけますのでぜひ番組をご覧いただき家庭学習の充実に活用していただきたいと考えております。なお中学校生徒向けの放送につきましては今回休止いたします。各学校でオンライン授業での対応の状況が整いましたのでそちらの方に切り替えましてその部分をですね小学生特に低学年の皆様向けのですね番組の方に当てさせていただくということにしたいというふうに考えております。今後ともオンライン授業のさらなる充実など休校期間中における児童生徒の皆さんの学習機会の確保により一層努めてまいりたいと考えております。次に町内回覧板の自粛についてご報告をいたします。新型コロナウイルス感染症の拡大が続いている状況の中多くの市民の皆様より町内回覧板による人から物、物から人への感染を心配する声そして休止を強く求める声が寄せられておりますことから各町内自治会へ依頼をしております本市からの回覧文書等に関して5月送付分から当面の間休止をいたします。なお送付中止期間中の必要な行政情報については市政だよりや市のホームページ等でお知らせをさせていただきます。また併せて地域における文書の回覧についても自粛をしていただきますよう地域の皆様には要請をさせていただきます。ご理解ご協力のほどよろしくお願いをいたします。最後に市民の皆様に改めてお願いをいたします。外出の機会が増える大型連休についてこの期間中に人の動きが増加をすれば新型コロナウイルスの感染がさらに拡大する可能性があります。本市の専門家会議の原田座長からはこのゴールデンウィーク期間中の行動が熊本において感染拡大を防止するための重要なポイントであり一層の危機感を持って取り組みを強くご指摘をいただきました。このようなことから市民の皆様におかれましては決して油断をせず不要不急の外出自粛を継続をしていただき特に大型連休中の帰省あるいはレジャー旅行など県境をまたぐですね移動等も控えていただくとともにですね屋外であっても例えば人が多く集まるような公園などへのですね外出を控えるようさらなるご協力をお願いをいたします。本市としましては市民の皆様の健康命を守ることを最優先に
今後とも国や県をはじめ医療機関そして事業者の皆様とも緊密な連携を取りながら全庁一丸となって感染拡大防止に取り組んでまいります。以上が本日開催いたしました対策本部会議の主な内容となります。私の方からは以上です。それでは質問をお受けいたします。まず幹事社からです。はい、どうぞ。ゴールデンウィーク期間中の外出についてなんですけど、最近日中ですが、特に繁華街の方で、はい、一時期よりも人が増え始めたのかなというふうな見方もあるんですが、はい、ちょっと自粛疲れというか自粛の限界なんじゃないかなという声も上がってきてるんですけど、またもう一度そのゴールデンウィークに向けて自粛をさらにし してもらうということに関して、この年から呼びかけるのはその要請ということになってくるんですか。はい、強く要請をさせていただきたいと思います。特にたまたま昨日は感染者が新規の感染者確認されておりませんけれども、これはご承知の通り、これ2週間ぐらいのですね前の状況を今反映をしているということであります。皆様が自粛をしていただければいただけるほどですね、このあと2週間後のですね、あるいはその5月中のですね感染者の新規の感染者がですね、それが減少していくということになれば、このリスクレベルが引き下げられ、そして早くですねいろいろな施設を公開をしたりですね、いろいろな活動がですね元に戻すことが可能になります。ただここでゴールデンウィークで今の状態でこのままですね推移をしていきますと、その望みもですね絶たれてしまうというように私自身は感じております。ですので、この期間ぜひですね、大変自粛疲れ等々の話があっておりますけれども、海外でもですねもうすでにですねもう2ヶ月近く、都市をですね封鎖をしたり、あるいはいろいろな活動を日本以上にですね厳しくしていても、今なおまだですねいろいろな活動を解除する状況にないということを鑑みればですね、この熊本においてはさらなる自粛が必要であろうというふうに私自身は認識をしております。ですのでこの点改めて今日の対策本部会議の中ではですね、このゴールデンウィークが一つの大きなポイントになってくるなと、今後のですねそういうふうに改めて確認をしたところでございます。あとこの連休期間中の PCR 検査の検査数というのは、はい、普段と変わらない。はい、体制自体も全く変わりません。ですから我々行政の方としてはですね全くそういう体制は変わる予定はございません。もちろん検体の例えば民間の医療機関からのにご相談する方が減ればですね、その分検体をですねあるいはその PCR 検査を回すというその、医療機関の皆さんのご判断が、少なくなればですね減る可能性あるというふうに思いますが、体制としては我々としては維持をしているとで、いうことですね。それでよろしいですね。はい、あと地域の回覧板の自粛なんですが、はい、これまで40人近いですね、熊本市の中でも感染者の方がいらっしゃって、はい、そういった感染が判明された方から回覧板を回してほしくないとか、うん、そういった風評被害などを受けての自粛なのか。いや、そうではなくてですね、一般の市民の皆さんからですね、やはり回覧板こう回ってくるんですけれども、それによってですねどなたがこうやっぱりどういう形で触るかわからないということで、特にそれを消毒をするわけでもなくですね、やっぱり回っているということで、今までであればですね何もない時であればそういうことで連絡手段というのがあったわけですけども、その行政からのですねこの連絡についてもですね、そういう意味ではいろいろ発想はですね控えさせていただくということにしておりますので、この期間皆さんができるだけやっぱり動かない、それからそういう接触をしないということが非常に重要だということで、そういうお声も踏まえてですね、我々としては、この回覧板についてもですね自粛をしていただこうということでお願いをさせていただくということになりました。はい、熊本市内の感染者の状況なんですけども、はい、今日午前中と昨日は感染者が出ています。
一昨日も1日だけ感染者が出なかった、はい、3日前ですね、あったと思うんですけども、うん、まだ熊本市内としては、収まったという認識ではないと全くないどころか拡大をしているという状況ですね。でこれは1週間単位で見ていただくと分かるんですけども、このリスクレベルの評価をするときにですね、毎週大体1週間単位のこの発生状況を確認をしています。ですので、先ほど申し上げました通りですね、3月末以降ずっと急増してますけれども、実はそれまでの緩和ですね、あまり感染者の方がですね3月の、2月の末からですね、2月の21日から25日まで感染者が確認されて、その後ですね3月の19日までは感染者の方がゼロだったんですね。ところがここの後でまた急激に増えていっている状況だということでありますので、まあ、そういう意味では今の感染状況というのは依然レベル3プラス警報レベルで、なおかつ拡大傾向にあるということには違いないということでございます。それでは各社よりお受けいたします。はい、どうぞ。すみません、リンクなし感染者お二方、うん、はい、についてリンクなしがついてない理由をちょっとお聞きしたいんですけど、はい、一人が36例目の臨床検査技師の方、うん、地域医療センターの方だということでリンクなしでいいのかという点と、はい、もう一方が採用生の、はい、学生さん、はい、でこれは16例目の時にリンクなしと数えてらっしゃるので今回は入れなかったということでよろしいのか、はい、はい、この2人についてなんですが、36例目の方については28例目、それから32例目の感染者と直接のこの接触の確認はできなかったんですが、更衣室それから院内連絡用電話というものは使い回しでありまして、また受け渡し場所も同じであるなどですね、動線上はですね接触の機会があったということがその後の調査で確認をされております。それで厚労省のクラスター対策班の松井先生にも確認をさせていただきましたところ、病院内でのこの感染の可能性はやっぱり否定できないということでありましたので、まあ、その点でこれは28例目32例目の何らかのこれは接点があったということで、これはリンクありというふうに判断をさせていただいたというのが今の時点の判断でございます。それから39例目の方であります、これは採用生になられた方でありますけれども、4月9日のですね退院をされた後は自宅で待機をされておりまして、買い物や郵便局などへの外出というものは確認をされているんですけれども、それも倦怠感が出てきたこの4月17日以降であります。で退院後の行動履歴から判断をするとですね、これは、再燃をしたというふうに、現時点で肺炎判断をしておりますので、まあ、そういう意味では、この39例目の方も、リンクありというふうに、判断をしているということです。はい、どうぞ。給付金のコールセンターのことについて、はい、どうぞ。問い合わせ番号が今一つ載ってるんですが、はい、これは一回線ではなくて、たくさん、はい、なかなかつながらないという事情が起きないようになってそうですね、たくさんできるだけ相当多くの方がですねお電話されるというふうに思いますので、その辺の回線はたくさん作ると、まあ、今何回線ということは今分かります？最大ですよ、30人の体制でやりますので、はい、30人の体制ということであります、はい、まあ、一斉にかかってくると思ったら、そこはちゃんと回ってもらって、まあ、当然いろいろ案内で、例えばよく皆さんお電話すると、まあ、コンピューターのそういう音声みたいなものが聞こえてですね、とかそういうと、コンピューターの音声なし、今回の、はい、これ保留音というかお待ちください音が流れるんですかね、じゃあね、保留はですね、すいません、そこは確認、ということであります、ですので、少し順番をお待ちいただくことになるかと思いますが、まあ、30人の体制で受けるということでございますので、まあ、結構、数としては、
まあ、今の、まあ、例えば新型コロナの相談センターがですね、6回線かなっていうふうに考えますとですね、まあ、そこで数百受けておりますので、まあ、30って言ったら相当大きな数字だろうというふうに思います。はい、ちょっと続けてなんですが、これまで第1弾から第4弾までかなり素早く対応されてきたと、はい、その実施状況、例えば何件申請があって、はい、何件こう今はい、それはじゃあ後ほどまとめてですね、いろいろな制度いろいろありますので、実績についてはですね、後でお知らせをさせていただきたいと思います。ちょっと今手元にありませんけれども、今日の本部会議の中でもその報告は実際にあっておりますのでですね、その辺についてはまた改めて担当の方から資料を差し上げたいというふうに思います。はい、どうぞ。 RKK です。明日から公園遊具の、はい、利用が休止になりまして、うん、まあ、先日から公園の駐車場なんかの閉鎖がどんどん進んでまして、いよいよ体を動かす場所がなくなっていっているような状況もあるんですけども、うんうん、はいはい、ちょっとしてこの公園遊具の利用を休止した理由というのは、はい、やはりですね、まあ4月22日にですね、政府の感染症対策専門家会議でですね、公園の利用に関してこの提言がもうなされております。まあ、それは公園は一律に閉鎖するのではなくて、まあ地域での話し合い、使い方の工夫、感染対策によってですね、使用者への協力を呼びかけることにより継続して、まあ、利用できることは望ましいということは、されているんです。ところが、その国土交通省の4月23日付のですね、事務文書でもですね、やはり、人が密、密集密接になる環境としてこの公園の遊具等へのですね、利用集中がやっぱり例示をされたということもあります。ですから公園を全面的に閉鎖ということではなくてですね、そういう密になる可能性の高い、この環境のある、この遊具等についてはですね、やはりこれは、利用を休止をさせていただく。特に、まあ、これやっぱり市民の皆さんの生命を第一に考えてということでありますので、まあ、ご不便をおかけしますけれども、まあ、利用者の多いですね7公園においてですね、遊具の利用休止を行うということでございます。でやはり実際にですね、これまでのいろいろな状況等をうちの方でも講演会等でもですね、観察なりいろいろしてますと、どうしてもやはり駐車場をオープンしてればもう当然多い密になっているということがもう確認をされましたし、またでそれは公園を閉鎖することによってですね、かなりその密の状態は少なくなったと。ただ一方でこの、特に利用の多い7公園においてはですね、やはりこの遊具にやはり、子どもさんたちを含めてですね集まっている状況がある。そうするとやっぱり接触あるいはそういう飛沫感染のですね、やっぱり可能性がやっぱりあるということがありますので、まあ、ここは大事をとって、そういう対応を取らせていただくということでございます。はい、どうも、石井さん。今の質問に関連するんですけれども、ちょっと子育て中のお母さんたちにちょっとお話を聞くと、もう閉まってる施設ばっかりで、どこが開いてるのか逆によくわからないっていう、どこに行けばいいのかわからないっていうところとかを、はい、まあ、取材しているんですけれども、例えば今後ここに行くと安全っていう場所はないとは思うんですが、うん、なんかその外出少しでもちょっと気分転換っていうふうな方がこうどこに行ったらいいのかとか、そういうのを示すとか、そういった対策をホームページで見てみるとか、はい、そういうことを考えてみたりとか、うん、そういったこう検討されているとか、はい、考えがあれば。私自身もですね、実際やっぱり皆さんがやっぱりこう家にこの
こもってですね、自粛をしておられることによってストレスも相当やっぱりたまる、あるいは外の空気を吸いたいとかですね、いろんな及ぼあるというふうに思いますが、一方で行政側がここはいいですよと言ってしまったがためにですね、やはり密になってしまうということがですね、これは避けられないというふうに思います。ですので、我々もいろいろ考えたんですけれども、そこはですね、近所の、まあ、例えば公園のその様子を見ていただいてですね、皆さん方が少し、人が少ないようだということであれば、そういうところでですね、少し軽い運動をしていただいたりですね、人と人とのその距離を取っていただくということをもう自主的にやっていただく以外にはないというふうに思っております。ですから行政側からここはいいですよということをですね、推奨するようなことを申し上げることは、今外出を自粛をですね、強く要請している段階ではですね、控えさせていただくべきだというふうに考えております。はい、どうぞ。熊本学びたいのについての話ですけど、中学校の生徒向けに、まあ、オンライン授業の環境が整ったので、はい、小学校低学年向けの環境に切り替えるということでしたが、これは中学校の生徒向けに対して対応するタブレット端末とかが 100% に渡るようになっているんですか？はい、そういうことです。はい、どうぞ。特別定額給付金のご質問をさせていただきたいんですが、はい、先日の専決処分時は、給付時期に関してはちょっとまだ、まあ、入ってくる5月末に持っているような答えだったと思うんですが、うん、はい、具体的にこの、まあ、他の省庁には、はい、まあ、はっきり給付時期を言っても、うん、もちろん国の補正予算も取った上ですけど、なんか目標が日があれば教えていただきたいのと、はい、まあ、10万円に何か上乗せするとか、うん、そういうお考えもしあられれば教えてください。はい、現在のところはもうとにかく今、予算を専決処分させていただいてですね、今とにかく急いでいる作業をやっているということでありますので、5月のもう早い時期にとにかくそういう申請書類を送付するということ、まあ、5月の上旬までにはですね、この申請書類を送付をさせていただきたいというふうな目標で今、一生懸命努力をしております。それから、まあ、早い方ではですね、例えばそのこの申請書が届いて、すぐ手続きが整った方は5月の下旬にはですね、まあ、そういった入金ですね、振り込みというか、まあ、そういうことをがスタートするのではないかというふうに今見ております。 できれば5月下旬ぐらいには、そういった一番早く申請がきちっと整った方にはですね、お渡しできるようにしたいというのが今の目標でございます。ちょっと何日というところまでは今ちょっと今申し上げられるようなところまでまだ事務的に進めておりませんけれども、やっぱり74万人近い方にですね、そうするということは他のやっぱり人口の、少ない町や村とはですね、ちょっと、どうしても難しい部分がございますのでですね、カラスがカーカー鳴いて早くくれというような感じの今感じにも聞こえないことはなかったんですが、できるだけやっぱり皆さんにですね、早く届けたいという思いで、選挙処分をさせていただいて、まだ国での審議を行っている間でもですね、今もこうやって準備をして、まあ、コールセンター整え、やっておりますので、まあ、その辺はぜひご理解いただきたいと思います。多分普通のペースで、国会の議決を待って、それから臨時議会を開いて、そこで議決をして、それから手続きに入るというふうになれば、おそらく夏になってたと思います。それを考えるとですね、かなり急いでいるということは、ぜひご理解いただきたい。私のところにもかなり早くしてくださいというですね、5月1日にはもう給付されるところは自治体があるじゃないですかと、この年何やってるんですかというような声も聞かれるんですけども、どうしても自治体のそういう、人口規模、それからマンパワー、こういったものによってですね、随分
変わるということはですね、ある程度皆さんにはご理解いただきたいというふうに思います。ただ我々としてはですね、非常にこの、給付金も含めてなんですけれども、皆さん方がやっぱそういった、生活でですね、少しでもそういったものを足しにしながらですね、なんとか今の状況を我慢しながらですね、過ごしたいということが、強くあられるというふうに思いますので、その辺は全力を挙げたいというふうに思っています。ちょっとでも前倒しができればというふうに思ってますが、あんまりこういうこと言うと担当者が顔が引きつってくると思いますが、まあ、今一生懸命、本当にみんなで頑張ってくれているところです。それからそれに対する上乗せをさらに検討するかどうかについては、やっぱり今の財政状況の中ではですね、まだそこまでのことを考える状況にはないということでございます。で、今後国からのですね、まあ、いろいろな財政措置、こういったものをですね、十分見極めながら、そして熊本市としてはまたこれ以外にもですね、独自で今まあ、国のそういう財源は使いながらもですね、そういう家賃の、まあ、支援金ということも創設をさせていただきましたので、まあ、今そういった状況も含めてですね、しばらくお待ちいただければというふうに思っております。申請書類の郵送の形が普通だと思うんですけど、はい、それ以外にオンラインの手続きとか、窓口を作ったりとか、そういうのはお考えなく、オンラインと、郵送、この2つがメインになります。ですから窓口はもう非常に混乱をいたしますので、そして密の状態を作ってしまいますので、基本的には考えてございません。ですので、書類にてですね、全て完結をする、あるいはオンラインの状況によって完結するということで今取り組みを考えております。ですから窓口にはぜひお越しにならないようにお願いをしたいというふうに思っております。はい、どうぞ。リスクレベルについてなんですけれども、通常1週間がだいたいそのリスクレベルが3プラスとかっていう傾向とかっていうの決められてるんですけど、来週連休挟みますので、はい、例えば今日の発表分っていうのはいつまでがこの今回の発表分になるのかっていうのは何日までっていうか、はい、そうですね、5月の、これは、どうなりますかね、何日から何日、今日、ごめんなさい、今日からまた起算するんですよね。今のは、はい、来週の月曜日だから5月の2日、ん、4日、あ、ごめんなさい、4日までか、5月の4日まで ので締めるという形になります。研究中ですけれども、本部会議は開かれる、本部会議は、連休であっても開きます。はい、仕事は我々連休中でもみんなしております。それぞれ、まあ、休んだり休む人ももちろんシフトは組みますけれども、こういう時に今給付金の話も含めてなんですけども、全部動いていますので、連休中も我々は動いております。で、本部会議も5月の、6日に今予定をしているということですね。ですので、またその辺はまだ予定でございますけれども、皆さんにはまたお知らせをさせていただきたいというふうに思います。はい、どうぞ。学校再開について市長の見解とか意見を伺いたいんですけども、はい、先日宮城県の村井知事が9月の入学式だったり始業ってなんか望ましいんじゃないかっていうのは一つ試験を述べられたわけなんですけども、うん、市長も全国に先駆けて5月いっぱいの休校っていうのを発表されて、まあ、実際こう9月スタートっていうアイディア、はい、まあ、意見に対してどのように受け止めてらっしゃいますか。私自身もですね、実際今回の、この、まあ、新型コロナウイルス感染症がですね、世界的に流行し、卒業式も入学式も、行われない、しかも、いつ学校が再開するかを見通せないという状況の中では、この世界的に今9月入学というのはですね、まあ、以前東京大学をはじめ大学の方でもですね、いろいろ検討なさった時期がございました。で、これもですね、年度のやはり企業の就職の時期等々ともですね、おそらく兼ね合いもいろいろあってですね、この辺は全体的になかなか進まなかったんではないかなというふうに私自身は受け止めているんですけれども、
今回のこの新型コロナウイルスの感染拡大で学校が休校が随分長引いている状況を考えるとですね、そのアイデアというのも一つ大変重要なアイデアではないかなというふうに思います。ただこれを実行するというふうになりますと、相当国の方でですね、強いリーダーシップを取っていただかなければならないというふうに思っておりますが、私自身はそうした方法をですね、ちょうどシフトする、まあ、ある意味では大きなチャンスでもあるのかもしれません。これは、子どもさんたち、それから学生さんたちを中心に考えたときには、やはりあらゆるものに影響が来るんですよね。受験、まあ、その進学、それから就職、いろんなものにやはり、これが関係をしてきますので、まあ、そういう意味では、そういったことをですね、大胆に検討してもですね、私はいいのではないかなというふうに考えております。ですから、まあ、今知事会等々でもですね、そういった議論がなされているというふうに、少し伺っているところでありますけれども、これは国と同時にですね、我々もですね、しっかり検討しなければならない。ただやはり学校の今までのその行事であるとかですね、それから簡単にやっぱりこれが動かせないように、いろいろなカリキュラムとの関係、そういったものもありますし、これは法律でですね、4月の入学というのは定められています。義務教育制の場合は、で、まあ、高等教育機関、まあ、大学の場合はですね、その制限に入らないということでありますけれども、大学だけそれを動かしてもいいということではおそらくならないというふうに思いますので、まあ、そう考えますと、まあ、いろいろ課題は整理が必要だろうなというふうには思います。はい、どうぞ。よろしいでしょうか。よろしいですかね。それでは、これをもちまして記者会見を終了します。はい、じゃあどうもありがとうございました。